2022明治安田生命 J2 リーグ第13節ベガルタ仙台対ブラウブリッツ秋田の一戦、東北ダービーです。まあ、仙台としてはここからですよね。怖がらず縦パスを何回入れるかですよね。はい、レサバトです。遠藤この位置、右サイドマセ、マセのクロス、ニアサイドヘッド、こぼれて右足のシュート、富樫。前半10分、立ち上がり先制は仙台。今シーズン初の3連勝に向け、守備が堅い秋田に対して先制ゴールを挙げました。まあここからマセ選手のクロスの質が良かったですよね。でここにデサバト選手が前に入ったっていうところが素晴らしかったですし、まあ、このこぼれ球に一番早く反応した富樫選手のストライカーらしくいいゴールでしたね。遠藤を奪い返してカルドーゾ、前線でためが作れます。2試合連続ゴール中。さあ木田、前向き、木田勝負する、左足、枠内収めることができませんでした。ですよね。ここから時間を作ってスルーパスを出して、まあ、ここ木田選手の得意なドリブルの角度なんですけどね、まあ、狙いすまして、木田中遠藤へ変わってキャプテンマークを巻いています。右サイドマセ、近くカルドーゾ、遠藤前向き、遠藤左足狙ってきた。遠藤のゴールで勝ち越し点ない。第7節以来久々のスタメンとなった遠藤、見事な左足。まあここから遠藤選手が受けて一度縦パスを出して外に広げるんですけどね、また遠藤選手がこの得意なところでボールを受けて迷いなくゴールに置きにいった素晴らしいシュートでしたね。まあ彼の収めます。逆サイド見ているカルドーゾ、うまくそこを使います。遠藤斜めの動き、吉野、その吉野、右足のシュートだ。カウンターから一気に吉野、追加点は仙台、2点差です。仙台出身のこの吉野恭平、まずここでカルドーゾ選手が体を張ってボールをキープしたんですよね。そこでフリーの遠藤選手を素早く見つけてパスを出したんですけども、その後の遠藤選手も自分で行ける選択肢もありましたけど、前に入ってきた吉野選手を使ったというところが素晴らしかったですね。そこで吉野選手も落ち着いて